ご視聴ありがとうございます。旅する着物男子のガオシンです。この旅行動画にぜひコメントと高評価、そしてチャンネル登録をお願いします。北東北編、いよいよ最終回を迎えました。現在地は秋田県仙北市の田沢湖駅です。田沢湖と聞いて勘が働いたならズバリその通りです。今回の旅の目的地はズバリ田沢湖です。ちょうど岩手県と秋田県の県境に近い場所で、立子像で有名です。で、この田沢湖で主に3つやってみたいことを考えてます。1つは遊覧船に乗る。2つ目、温泉に入ります。田沢湖、乳頭温泉郷にも近いんです。で、田沢湖温泉という温泉もあります。あともう1つは美味しいもの。こちらを一緒に共有させていただければと思っています。どうぞ最後までご覧ください。それでは早速、田沢湖へ向かいます。田沢湖駅前から路線バスも出てるんですが、贅沢かもしれないんですけれども、一刻も早く田沢湖に行きたいので、タクシーで足運びたいと思います。気楽な気持ちでタクシーを選んだら意外と高くつきまして。ちなみに、3通りの移動手段による所要時間はこんな感じです。ついにやってきました。田沢湖です。聞きかじりの情報で非常に心苦しいんですが、この田沢湖、水深は日本一と言われています。そしてもう一つ、この田沢湖の特徴を表す像がすぐ近くにあるので、ご紹介したいと思います。こちらは、飲水資源像と言います。田沢湖と台湾高雄市にある長生湖という湖、姉妹湖提携を記念して台湾からプレゼントされたんだそうです。余談ですが、長生湖、台湾の初代総統を務めた蒋介石の別荘もあった場所なんです。先ほどの飲水資源像はどちらかというと田沢湖のちょっと南寄りにあるんです。で、逆方向には温泉旅館が3つ立ち並んでるんです。話がそれますが、前回配信の第5話では、残念ながら角の盾で桜を見ることはできなかったんですが、やっぱり田沢湖、高知にある湖なんですね。まだかろうじて山桜が残ってました。もう一つ田沢湖を象徴するものをご紹介します。こちらは辰子観音と言います。田沢湖畔には辰子姫に関する像が4体あり、この観音像はその中の一つです。世の中の汚れを知らない少女のあどけなさが残るにこやかな笑顔で、見る人の心を和ませてくれる不思議な魅力があります。春山園地第2休憩所、マップアプリ上では田沢湖展望台として紹介されています。もう見えていると思いますが、ものすごく綺麗な景色が一面にうわーっと広がってます。白浜に降り立ってみて分かったことなんですけれども、これは本当に湖なのかっていうぐらいめちゃめちゃ透明度高いんです。月並みな言い方で申し訳ないんですけど、田沢湖すごいなって思いました。
今ご覧いただいている旅館は、田沢の湯家臣亭白浜さんといいます。この白浜さん、日帰り入浴できるらしいんです。入浴料として1000円かかるんですけれども、これから温泉に浸からさせていただいて、しっかり汗を流して、引き続き田沢湖散策続けたいと思います。田沢の湯家臣亭白浜さんで日帰り温泉を利用させていただきました。やっぱ温泉宿のお湯って違うんですね。湯上がり後のさっぱり感がまるで違います。5日間通して北東北を一周してきまして、その疲れがかなり和らいだような気がしました。さて、ぼちぼちと遊覧船の乗船券を確保しようと思います。辰子像を見に行くには西側に行かなければいけないんです。車などを持っていない僕にとっては遊覧船しか方法がないので、その遊覧船を管理している田沢湖レストハウスさんに向かいます。こちらが田沢湖レストハウスさんです。すごいですよ。レストランも運営されてますし、田沢湖を巡る高速艇運行管理されてます。お土産も買えます。早速乗船券買ってしまいます。この先が切符売り場だそうです。これが乗船券、大人1枚1400円だそうです。途中で泊まることはなくて、田沢湖40分でぐるりと周回します。50分後に出港です。ワクワクして仕方がありません。ここが田沢湖レストハウスさんのレストランがある建物です。レストランの名前、うららというんですね。ともかく入ります。注文した料理が来ました。一人前のきりたんぽ鍋です。蓋を開けてみます。本当美味しそうです。ちなみに固形燃料に火を入れてから4分経ってるので、それこのきりたんぽを入れます。いい感じに煮えてきましたよ。美味しそうでしょう。いただきます。きりたんぽってもともとお米で作ってるんでしたっけ。もっちもちで美味しい。しかもお米の味をしっかり感じます。で、さらに鶏肉、だしの旨味を十分に吸って美味しいです。キャンプ鍋完食しました。ごちそうさまでした。11時50分になりました。そろそろ遊覧船の乗船場に向かいます。後で知ったのですが、この日乗った12時発の遊覧船は臨時便。通常便であれば対岸の片尻乗り場に接岸するそうです。とはいえ、湖面を割って船が進むたびに舞い上がる波しぶきが何とも言えず心地よく感じます。船員さんに聞いたところ、田沢湖の湖面がコバルトブルーなのは一つの理由として、湖の水にアルミニウムが多く含まれており、それが太陽光の反射で深い青色に見えるのだとか。遊覧船のスピードが落ちましたね。赤い鳥居が目を引く神社は、御座の石神社と言います。
平安3年1650年に秋田藩主佐竹義孝公が田沢湖を訪れた時、湖面に浮かぶ石に腰掛けて休んだことに由来するそうです。タツコ像が見えてきました。言い伝えによると、かつて田沢湖が田沢方と呼ばれていた頃、まれに見る美しい娘がいて名をタツコと言いました。彼女は百日百夜にわたって自身の永遠の美貌を願い続け、北に湧く泉の水を飲めば願いが叶うというお告げを聞きます。ところが、その水は飲めば飲むほど喉が渇き、やがて彼女は大きな竜に変わり果て、田沢方の主となって湖の底に沈んだらしいです。遠くに見えるとても美しい山、あの山は秋田駒ヶ岳といい、標高1637メートルの成層火山です。楽しい時間はあっという間に過ぎ去り、2023年5月5日午後12時40分、白浜の遊覧船乗り場に再び接岸しました。最高の思い出ができました。記録映像としてしっかり残したいと思います。あれでタツコ像を見てしまったんで、僕の中に火がついてしまいましたね。ちなみに5時54分田沢湖発の電車に乗れば盛岡には夜7時頃たどり着けますから、せっかくなんでキックボードをお借りしてタツコ像をもう一度見に行きましょうか。田沢湖レンタカイクルさんというお店があるので、ここでキックスケーター借りてタツコ像行きましょう。キックボードをお借りしました。いろいろ操作が大変そうなんですけど、気をつけていこうと思います。タツコ像まであと1キロのところまで来ました。ヘルメット姿は約1ヶ月ぶりでしょうか。小豆島では原付に乗りまして、今回はキックボードということで、操作の仕方に独特な癖があったんで、最初は恐怖を覚えたんですけど、スピードを出さないように気をつけて、なんとかここまで来ることができました。タツコ像を見ることができたらすぐ戻る予定にしてますので、あともう1キロ無事故無違反意識しながら目的地に向かいます。さっき遊覧船で見たばっかりですけども、キックスケーターでもタツコ像を見ることができました。白浜からここまでの所要時間、ざっくり30分ぐらいだったでしょうか。結構長い間乗ってました。そしたらもう一回安全運転で白浜の方に戻ります。あと数百メートルで白浜に戻ります。たった1時間でしたが、大変お世話になりました。もしかしたら延長料金が発生するかもしれないんですが、最後まで僕もこのキックスケーターも借りた時とほぼ同じ状態で田沢湖レンタサイクルさんのところへ戻りたいと思います。田沢湖レンタサイクルさんにキックスケーター返してきました。1時間3000円の利用料プラスコインロッカーが400円、インナーキャップ代で100円、10分ぐらい延長になってしまったんで、延長料金500円払って全部で4000円でした。本当に楽しい思い出を田沢湖で作ることができました。だいぶ僕がやってみたいことやり尽くしつつあります。ただまだもう一つやり残しが残ってます。時間も思った以上に余ってしまいました。少し田沢湖から離れるんですが、その場所へ今から向かいます。田沢湖を背に歩き始めてかれこれ20分ぐらい経ったでしょうか。あたりはすっかり田園風景になってます。あちらに目を向けると、遊覧船の中でも素晴らしい姿を見せつけてくれた駒ヶ岳があります。なんで僕がこうやって田沢湖駅に向かうこの車道沿いを公共交通機関を使わずに向かっているかと言いますと、この先に旅行会社にも取り上げられたお店があるからです。そのお店をご紹介します。こちら山の蜂蜜屋さんです。このお店の代表的なメニュー、ピザと蜂蜜を使ったソフトクリームなんです。ついさっきお店の方から店内での撮影についてお許しをいただきました。早速入店します。今回頼んだのが蜂蜜ポークとエビトマトのハーフピザ。
1740円セットメニューで注文しています。ドリンクバーが厨房のすぐ近くにあって、おかわり何回でも自由です。それではいただきます。まずこの蜂蜜ポークの方からいただいてみましょう。蜂蜜ポークというだけはあって、豚肉からほのかに甘みを感じます。続いてはエビの方をいただいてみましょう。エビのプリプリの食感がピザソースにマッチしてます。で、さっき言い忘れてたんですけど、耳まで柔らかくて食べやすいです。野菜の甘みとシャキシャキ感と全部引き出してくれる食べ飽きないサラダです。というわけで完食しました。ごちそうさまでした。山の蜂蜜屋さんの美味しいピザをご紹介させていただきました。で、もう一品お店を代表する蜂蜜ソフト、こちらの建物で購入できるということなので食べて帰ります。これが蜂蜜ソフトです。本当にうまいです。天気がいいから溶けるの早かったけど。山の蜂蜜屋さんで名物のピザと蜂蜜ソフトをいただきました。田沢湖での心残りはすっかりなくなりました。そろそろ田沢湖駅に戻りたいと思います。ここは大橋というバス停です。情報収集が十分じゃなかったがためにタクシーもバスもなくて、ここまでとにかくひたすら歩いていたわけです。道順としてはこの方角で間違いありません。あと残り7分で田沢湖駅行きのバスやってきます。田沢湖駅戻ってきました。あの大橋というバス停から田沢湖駅前のバス停まで乗車賃230円でした。徒歩でここに来てたら多分田沢湖線の最終便には間に合ってなかったと思います。なんとか間に合ったので良かったです。午後5時47分、田沢湖線盛岡行きの普通列車が田沢湖駅に入線しました。あと3分で出発だそうです。午後5時54分、帝国通りに田沢湖駅を出発。今回の田沢湖散策で発生した経費はこのようになりました。また北東北一周旅行5日間の経費は総額で 76,518 円でした。それから約1時間が経過し、午後6時58分、終着駅の盛岡駅に到着しました。岩手県、青森県、秋田県、北東北の3県を巡る旅はこうして静かに幕を閉じたのです。今回の旅行動画楽しんでいただけたでしょうか。ぜひコメントと高評価、そしてチャンネル登録をお願いします。これでやっと日本列島の半分を旅行したことになります。
今回の旅行シリーズに関しても必ずしもご満足いただけるような内容にはなっていないかもしれません。そんな中でこの場面すごく良かったってなっていればいいなと思います。それでは最後までご視聴ありがとうございました。